世界初、ボール型センサーの大型トラックバス専用の TPMS、エアボール TV をピアが国内販売代理店として取り扱いを開始いたしました。TPMS とは、タイヤ空気圧監視システムのことで、タイヤの空気圧とタイヤ内の温度をセンサーで監視し、センサーから Bluetooth 電波でそれらの数値を運転席の液晶モニターに送信。万が一の空気圧の低下やタイヤ内温度の異常を感知し、瞬時にアラームなどでドライバーにお知らせする製品です。世界各国の TPMS の法規化は世界的な潮流となっており、2007年のアメリカの法規化以降、世界各国で進んでいますが、日本においては法規化が遅れており、大型車も一部車種にオプション装着され始めたばかりで、安全運行のために TPMS の装着促進が望まれております。JAF のロードサービス出動件数のうち、タイヤのトラブルは2017年度に39万件と過去最高を記録し、2007年度から10年間で約10万件増加しています。出動件数全体のうち 17% と、その比率も10年間で 6% 以上も増加しています。JAF 出動の理由別比率では、タイヤトラブルによる出動が一般道ではバッテリートラブルに次ぐ2位で 18%、高速道路では39% と圧倒的比率で出動理由のトップとなっています。このようなタイヤトラブルの中には、パンク、バーストのほか、空気圧低下によるタイヤの加熱、ブレーキの引きずりなどの加熱によるタイヤ火災から車両火災に発展することも珍しくありません。そこで、これらのタイヤトラブルを未然に防ぐため、今回ご紹介いたします大型トラックバス専用のエアボール TV が効果を発揮します。タイヤの空気圧と温度をリアルタイムで監視し、運転席に設置した専用の液晶モニターに空気圧と温度を全輪同時に表示し、異常を検知すると異常箇所の数字が赤くなり、アラームでドライバーに瞬時にお知らせいたします。このエアボール TV の最大の特徴は、従来品のエアバルブ一体式やセンサーをバンドでホイールに巻きつけるタイプのように装着に手間と時間がかかり、タイヤ脱着時にセンサーを破損する心配がある製品と違い、このような直径36ミリのボール型センサーをタイヤとホイールの隙間から入れるだけですので、タイヤをホイールから完全に外すことなく作業工程が非常に簡単な世界初の画期的な製品です。その他の取り付け方法も非常に簡単で、基本6輪セットは電源ケーブルを運転席内でプラス電源、マイナスボディーアースに接続し、1番から6番のボールセンサーを所定のタイヤに入れるだけですぐにご使用いただけます。ボールセンサーをタイヤに入れて走行しても音がすることもなく、タイヤへのダメージもないことを実車装着テストおよびISO、SA 規格などの各種の厳しいテストで品質確認をしておりますので、安心してご使用いただける製品です。使用する電波は、日本国内の電波法に準拠した安心設計です。